この時期まで残ってるんですね。あ、噴した。あ、違うな。この巫女、怪我してますね。あー、そうか。おそらくは、上の端で怪我した個体でしょうね。それがこの時期まで残っているんだと思います。羽がやっぱり怪我してますね。はい、こちらがミコアイサのメスですね。頭を震わせてますが、眠そうですね。アイサってこう、カワウと同じようにこう、水に潜って魚を捕る鳥なんですけれども、それのメスですね。オスは今のところ見当たりませんが、いいね。結構綺麗な冬羽なんじゃないでしょうか。お、いいよいいよ、足伸ばして。そうそう、あ、羽がいい、そうそう。お、いいよいいよいいよ、それ面白い、何それ。またミコアイサですが、メスですね。ミコアイサですね。なんか頭にこんなふわふわな毛がついてんだっけ。パンダみたいな顔してます。弱いのを探しているんですかね。